茨城おもしろ研究所。お次に山中の100キロマラソンへの道。今回は山中と約束プロジェクト。どうも、デル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 スケです。はい、もうすぐ100キロ走ります。山中貴俊です。オスペンギンです。来たる3月14日にですね、第3回茨城100キロウルトラマラソンイン六甲が開催予定でございます。出場予定です。出場予定でございます。前回、前々回、山中さんね、あちらにありますね、T シャツで、これを着て出てたんですよ。第1回、第2回ね。はい、まあ、第1回はちょっと中心になりながら、まあ、個人でやったんですけども、はい、まあ、これ着させていただきます。これはね、山中人参プロジェクトということで、僕が完走できたら、ご褒美をくれると。で、皆さんがそのご褒美を書いてくれてたんですよね。はい、これはもう皆さんいろんな人が書いてくれたんですよ。よくね、言われる、馬の目の前に人参をぶら下げるという意味で、ご褒美を。そう。ね、なんかお酒をおごってあげるとか。書いてあるんですよ。僕ね、乾燥できておりませんので、つまりね、人参じゃ僕は乾燥できなかったわけなんですよ。そうなんですよ、はい、ということで、今回は、山中と約束プロジェクトでございます。こちらに新しい T シャツをご用意しました。新ティーが山中で100キロ乾燥したら、今回は、したら、私は、僕は、〇〇をやります。まあなんか資格試験取りますとか、そうね、そういうようなダイエットで何キロ痩せますとか、お子さんだったら、もう山中の100キロ完走したらじゃあ毎日言われる前に宿題やりますとか、ああもうそ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 ういうような、なるほど、こっちはご褒美じゃないですか、こっちはやっぱ僕が頑張ればみんなも頑張ってくれるんだ、ああそう、みんながいい方に行くわ、そういうことですよ。山中さん完走したら、僕が完走すればみんながいい方に、だから山田さん乾燥しなかったらダイエットもみんな頑張らないし、はいはい、みんな勉強もしない宿題もしない子になっちゃうんですよ。今日皆さん、まあ、乾燥できなくてもそれ独自の頑張りでしていただいても別に問題はないんですよ。ということで、ご覧の皆様からはたくさんの約束を欲しいんです、なのでぜひともこちらの動画のコメント欄にコメントしていただきたいと思います。お願いします。で、まあ、書き方はこんな感じに、書いていただければコメント欄に、まあ、我々の方で、はい、代筆させていただきま す、ね、コメント欄にいただいたのをそのままそのままか、あまり長かったらだいぶ短縮してあそう、ね、スペースに限りあるんで、あそんなるべく短いで、できるだけ短いやつでお願いします。で、我々の方でね代筆します、まあ、書きますんで、はい、ぜひコメント欄の方に書き方もこんな感じでね、はい、お願いします。お願いします。でちょっとデレスケさんは、なんか言ってましたよ、僕が100キロ完走したら、はいはいはい、なんかチャレンジするみたいな、前の、はいはい、ベレスケさんのマラソン配信かなんかの時にやってましたよ。やりました、あれやってよ、じゃあ、もう書いてよ。だからね、ペン、ありますよ。山中が100キロメートル完走したら、はい、どんどん見えるかな、これ。フルマラソンチャレンジ、ベレスケ。はい。こういう感じで書くというこういう感じで皆さん書いていくんでね。はい。はい、こういう感じで、僕の前回言いました。この締め切りなんですけど、はいはい、3月の12日までとさせていただきます、この、なるほど、応援、約束メッセージは。3月12日までに、このコメント欄にいただいたものまでとなります。まあ、というのもですね、前日の、大会前日の3月13日に、土曜日に生配信します。はい、こちらのチャンネルで。でその時にはもうこれを書き終わってたい。なるほど、なるほど。山中さんにもこれ明日来て頑張ってくださいみたいな生配信をしますので、12日までに送ってください。じゃこれも悪ふざけだなっていうのは書きませんので。はい。はい、まあ、そしてね、はい、まあ、その実際本番当日の様子は、このオスペンギンの茨城おもしろ研究所で、はい、ちょいちょい休憩地点とかの部分で、デレスケさんに生配信をしてくれるので。はいはいはい。まあ、模様もね、チャンネル登録していただいておけば、そう、その都度通知オンにしてもらえば、リアルタイムで、そうね、持っていただけるんじゃないかと思います。約3週間、切ったんですか？切ったところで今、私、こういう状況に今、なっております。まあちょっとね、ツイッターとかいろいろ言ってますけど、もうただね、はい、ようやく徐々に収まってきて、はいはいはい、走る練習とか再開はしてますね。そうです、まあ、あとほら、いざとなったら言い訳にできるし。ということで皆さんからの約束コメントたくさんお待ちしてます。皆さんチャンネル登録高評価グッドボタンお願いします。
お願いします。あやっちまった。もうもういやごめんなさい、もう作んないでよ。とりあえず本番まで様子ありますけど、乾燥しない言い訳をさ作らないでよ。これはやばいな。